ん、実は調べたら川面で1人12役、すごいいろんな声で何役もやることありますけど、同じような声質で12役やったことが。そうなんですよ。艦隊コレクション「艦コレ」っていう作品で、そうなんです。もともと9キャラ担当させてもらってたんですけど、3役追加で12役になって、じゃあまず元気系。はい。ムチキの季節にゃし提督きさらぎちゃん、みんな張り切って参りましょう。おー、すごい。かわいい。めっちゃかわいいな。寿司屋のカウンターみたいでいいですね。じゃああれちょうだいみたいな。次どれいきます？逆にお姉さんとか聞きたいですね。きさらぎと申します。おそばに置いてくださいね。やだ、髪が傷んじゃう。ちょっとお姉さんいいな。今日クール系がおすすめだけど。じゃあちょっとクール系お願いしていいですか？え、弥生、怒ってなんかないですよ。すみません、表情硬くて。おお、違いますね。あと天然物のふわふわも入ってる。天然物のふわふわ入ってるんですか？入ってるよ。あんま入ってるって聞かないですけどね。私海好きっていうの。よろしく。これでも暗い。どう、天然物は。いや、食らっちゃいましたよ。じゃあイケボで締める？締めイケボでいいですか？うん。私が菊月だ。共に行こう。よー。大将、この店また来るよ。また来るよ。ギャラいっぱいもらった方がいいよね。確かに。そうなんですよ。12倍だよね。そうなんですよ。そうはならないんでしたっけ？そう。ここが声優業界の大きいね、問題の一つ。どれだけやっても同じギャラっていう。そうですね。さあ続いては声優が見たぶっちゃけ裏話。トム・クルーズの吹き替え現場にソファーベッド、過激なベッドシーンをリアル再現。スタンリー・キューブリック監督の「アイズ・ワイド・シャット」っていうちょっとセクシーなやつですよね。そうですそうです。これまあベッドシーンあったんですけど、本当にゼロベースから吹き替えを作っていくっていうふうになってて、ハリウッドの方からキューブリックの助監督のレオン・ビタリさんが来て、で演出だったんですよ。実際にいらっしゃったんです。実際に来て、だからもう本当にどうやって作ってったかっていうのも分かってるんで、同じように森川もトムと同じようにやってくれと。でそれでまあ一人ずつ撮るんだけれども、まあ次の明日はベッドシーンのロールだなと思ってスタジオ行ったらガチャって開けたらベッドが置いてあるんです。そんなことあるんですか？聞いたことない。わおと思って、やべえと思って、いろいろ考えちゃうんですよね。先ね言ってもらわないと、いろいろ無駄毛の処理とかもありますもんね。準備があるでしょ。ね、俺どうされちゃうのかなとかと思いながら、トムがねやっぱベッドシーンで横になってるから、森川もちゃんと横になって。セリフを言わないとそのリアリティが出ないと。なるほど。その体勢じゃないと出ない音がある。そう。で、まあ正面に大きなモニターがあって、絵を見ながら耳つけて原音聞きながら台本を開いて、でこうやって横になって、でこっちの左は台本、右は映像で目の前になんかガンマイクみたいなのこうやって。見えないとか思いながら、もうどうすればいいんだろうとかと思いながらずっとやってて、でもしまいにはもう覚えなくちゃと思って、それを全部覚えて、でこれもう本当リアリティを追求して撮ったんですよ。確かにもうそれじゃ覚えなきゃできないですよね。できない。でまあ結局僕だけで1週間ぐらいかかって、トムもチェックしてくれて、やっぱり日本語がトム日本語好きなので、日本語一番いいって言ってくれて。仮面舞踏会みたいなところでの使ったフェイスマスク、プレゼント僕にしてくれる。すごい。じゃああるんですか？家にあるんだけど、もうすっごいものだと思って、しまったんで大切に。どこにしまったかわかんない。何やってんすか？だから次引っ越す時に出てくると。じゃあ続いて織笠さん、織ちゃんの現場の裏話はこちらです。ブリーチ超人気キャラ朽木瑠璃也は原作者&監督も想像つかない声だった。どういうこと？じゃあどうやってあの声が生まれたんですか？もともとオーディションでは別の役を受けに行っていたんですよ。出た、そのパターンあるんですよ。現場で急に渡されるパターン。そうですそうです、まさにこっちもちょっとやってってくださいみたいな感じで読んで、なんかでもその時に制作スタッフの方はどういうトーンでどういう感じでいくかみたいなのが向こうのそのプランみたいなのも定まってなくてっていう状態だったみたいなんですね。で読みました、帰りましたそしたらなんか二次オーディションみたいな感じでもう一度呼ばれて、その最初に撮った音声を原作の久保先生に聞いていただきながら、ああでもないこうでもないっていう皆さんのプランが固まりつつある中、もう一度呼ばれた時になんかもうちょっと高くとか低くとかっていろんなことをトライしていって、もうだからチューニングみたいな何度もやって最終的に決まったっていう感じで。気になるんだ、どんな最初なかったってことですもんね。どういうイメージかっていうか。ちなみにちょっと一個オリちゃんに聞きたいことがあったんですよ。何ですか？前一号の役やってる森田くんがゲストに来た時に、なんかオリちゃんが霊感がすごくて、なんか現場でなんかお化けが出るけど、なんか今忙しいから相手してらんないわよって言いながらアフレコしてるって言って、いやそれ言ってましたわ。どういうことなんですかそれ？そう、番組では霊感のある折笠さんが霊に放った一言が話題になりました。女の子がこう立ってじーっとこちらを見ていたと。それはもう折笠さんの知らない女性。そうですね、女の子ですね。ちっちゃい女の子だったらしいんですけど、それが立ってたと。でそれだけじゃない、その話がすごいところが、普通だったらそう出てきた時はみんなキャーってなったりとか動けなくなったりするんですけど、折ちゃんすごかったのはそれを見てスーッとマイクの方に帰って、今忙しいからって言ってそのまま仕事を続けた。まあ半分嘘で半分本当みたいな感じですけど、でもこういう時はなんかいや何かやってあげようみたいに気をそっちに持ってっちゃいけないっていう噂を聞いていたので、何もできません私は何もできません、今仕事をしています、さよならみたいな感じですごい思ってて。そしたらでもう一回見たら消えたんですよ。めちゃめちゃ冷静ですね。折笠さん、さらにこんな驚きの体験もされたそうですよ。なんか放送局とか、そのアフレコスタジオだったりって、人の感情とかが集まるから、そういうのが出やすいみたいな話とかってあるじゃないですか。で、文化放送のラジオをやっていた時に、まだ古い建物だった。そうです。ここのトイレは出るから絶対入っちゃダメだよって言われてるなんか場所があったんですけど、ちょっとのっぴきならなかったので入ったんですよ。すごいな、行っちゃうんだそこで。そしたら一つしか個室がなかったので、あ、入ってる人がいるってなって、でこう待ってたんですよ。で、あ、どうしようどうしようって思いながら、でもちょっとのっぴきならないからなぁと思いながら待ってたら、なんかお疲れ様って八代亜紀さんが出てきて。八代亜紀さんか。八代亜紀さんかよ。どんな怖い話くんのかなと思った。